こんにちは、沼です。パープルアプリやっていきます。今回は新しいガチャがやってまいりましたので、その話と、あとは今日明日のサクセスに関して事前情報を皆さんにお伝えできればいいかなと思います。よろしくお願いいたします。でですね、今日ワントル辺境高校の攻略ガチャがやってまいりました。で、下のループガチャに関しても来た時に全く触れていないので軽く触れさせていただきます。で、結論だけ言うと、ここは皆さん制してください。で、このガチャなんですが、初回40個で回せて、そよ風のアバター風薙、同栄闇のから1枚出現、2回目50個で SR 以上のアバター風薙、同栄闇の、そして3回目はバナーナイキャラの SR が1体上もかな。そうですね、ここもそうだし、ここもそうっていう感じですね。はい。そして4回目がPSR のアバター、風薙、同栄、闇野から1枚出現と。で、5回目以降は PR 以上のバナーナイキャラ1枚確定となっておりますと。これ3回目と2回目一緒？そうですね。なんで分かれてるんだろうな。ちょっとなんか何かしら僕が見落としているかもしれませんが、このガチャに関してはまあ、引かなくていいでしょうと。いう気はします。まあ、その、バナナキャラのスペックは高い方だと思います。刀薙も闇野も同栄もそうですし、アバタも金徳2個取りできる投手ではあるので、ハマった時の爆発力はすごいと。あとは変化タックの、まあ、威力もアバタとかは相当入るので、まあ、そういった意味ではマントル向きのいいガチャかなというふうには思います。ただ最近のいいガチャたちの傾向、を考えると、まあ、上のタッチもそうですけど、ミックスって言いそうになっちゃった。タッチもそうなんですけど、まあ、こういったガチャの性質を考えると、まあ、今これを引くべきではないのかなというふうには思います。そして、ループガチャの覚醒祭りですね。これは僕が来た時に全く反応できなくて、で、いつだっけな、もう本当に、一日二日経ってぐらいから、ああ、ようやく触れられるけど、まあ今更やろうなっていうことでスルーしてました。で、これは、覚醒対象10キャラのみが出現ですというところで、ハチマキ、メーカー、サイガー、新島、モード、滝本、武田、矢部くん、ちーちゃん、カンパチ、そして先駆けと。まあ入っているキャラクターたちはいいキャラ多いと思います。そして、初回 PR 以上1枚確定、2回目 SR1 枚確定、3回目 20% の確率で PSR、80% の確率で SR、そして4回目は PSR のイベキャラが必ず出現ということで、まあこれを回していれば、ある程度こう、この有能どころの母体が入る可能性がありますよと。まあ被るかもしれないね。というガチャになっております。そんなに悪くないと思います。その、この中の母体が全然いなくて、その、訳を固めるキャラクター欲しくて取っておこうかなと、いうことであれば、まあ、全然悪くないし、まあ、僕であれば、やっぱり波風とかの母体いないんで、まあ、入れておきたいな。まあ、3体から1体確定とかだったら、まあ、考えてもいいのかなという感じです。今回は、もう全キャラから、10キャラか。10キャラからという感じなので、まあ今行くのは、まあ厳しいのかなという感じをします。そして、下道君像のおまけガチャも一緒に来ておりまして、これとかは結構引きたいですね。僕ガチャないので。はい。という感じのアップデート内容になっております。で、タッチのガチャはまだ追いガチャはしていませんが、もしかしたらするかもしれないので、その時はご期待くださいと。いうところと、あとはイベント系は特にはないので、今日のサクセスの話に移りたいと思います。でですね、皆さん、ツイッターのパワープロアプリの公式アカウントはフォローされておりますでしょうか？あちらからですね、昨日かな？とんでもないツイートがぶっ込まれまして、まず、二つツイートがあるんですよ。それ画面内に出てるかわかんないんですけど、まず一つが、今僕が出しているデッキですね。これに、風薙を入れたデッキで、SS8 先発。しかもメモリーがほぼ9に近い。もう本当にあと3メモリ、4メモリぐらいで9に行くような選手が、まあ、投稿されてましたというところで、まあ、すごいなという感想と、
どうやったんだろうなっていうのが、まあ正直な感想でした。結局その変化球を一人、しかも第二得意練習のオクタビアというところで、変化のところは枯渇しやすいし、そもそも変化の変化ボナーもないキャラがそこを担うっていうところで、まあどうやってこうこれ変化稼いでいくんだろうなっていうことを、サクセスしたものが、まあ明日か。こっちは明日かな。あげようかなというふうに思ってます。で、まあ、これは何か特殊な立ち回りがあるんだろうなとは思ってます。まあ、やった感想ね。で、可能性があるとすれば、まあ、怪しい店とかですよね。あれを立てて、こう変化ポイントを集めていくような立ち回りとか、あとは、もう本当に、運ゲーですよね、完全なる。オクタビアが、ミナミちゃんと絡んだ時に、ダイナマイトタックを踏むと。いう、こう、運ゲーに何回か勝てれば変化球がガツガツっとは伸びていくのかなという感じです。僕も試行回数かなりやりまして、で、マックスで2球種プラスちょっとみたいなところまではいけたので、まあ、ハマれば、まあ、いけるんだろうな。そして金徳の査定も高いですし、全員が全員。で、新街道も取れると。二次徳のね。なので、まあ、ハマれば、とてつもない威力はあるんだろうなと思いつつも、まあ、それがハマるビジョン、まあ、ハマる可能性っていうのは、まあ、僕では力不足で見出せなかったので、視聴者の方々で、まあ、こうやったら結構このデッキうまくいきましたよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。で、まあ、こっちの方が強いってことであれば、まあ、やはり厳選をしてしっかりとこう、先発エースなり、まあ、中継ぎなりを更新していけたらいいなっていうのと、皆さん自身もこう、視聴者さんたちと絡みながら、みんなでいい情報共有できたらいいのかななんて思っております。そしてもう一つのツイートですね。自前レベル35のデッキで SS4 先発できましたよという投稿がなされておりました。で、それに関しては、僕もなけなしのゲドを使ってデッキ組んでやりました。で、それが今日かな。あげようかなというふうに思ってますので、今日の6時ぐらいにあげようかなと思ってますので、ぜひぜひそちらご期待ください。かなりいい回にはなったと思います。で、その時の、デッキに関しては、ちょっとアレンジを加えてます。真ん中の夢城が、サガラーだったのかな、もともと。そこを夢城に入れ替えという形ですね。で、まあ、エプロンのアスネもそうなんですけど、彼女っていう役割を担いながらも、得意練習を一つ増やせるっていうキャラはかなり貴重だなというところと、あとは、まあ、技術が何回やっても不足する。まあ、技術は全然足らないというところで、まあ、技術ボナーがある夢城、しかもコントロール得意練習というところで、まあ、重なった時の威力はでかいということで、まあ、こんなデッキを組んでました。まあ、これにオクタビアですね。で、まあ、千丸厳選は、まあ、何回かやったり、で、普通に気分転換で盆栽でやったりしてました。で、最終的に一番まとまった、一番良かった選手を今日あげるつもりですので、そちらご期待ください。で、まあ、そのレベル35のキャラたちに関しては、やっぱりその、35でテーブルがある程度完結しているキャラ、というのは強いなという感じはしました。まあ、例えば、まあ、達也であれば、まあ、初強化と練習効果はついてないにせよ、まあ、精神ボナー、そして得意練習率アップ、骨イベント率アップと、試合経験点もついていて、スタミナタック3もあるということで、まあ、かなりこう、精神くれるキャラになってるんですよね。スタミナタック、休息タック、どっちからんでも精神入りますし。で、まあ、スタミナがオクタビアとかとダブルで入ると、それこそ、まあ、かなり強いタックにはなるので、まあ、本当に非常に使いやすいキャラだな、という感じはしますね。して、35で完結しているパターンは、王者の、ニジタニー選手と。で、ニジタニーに関しては、スペシャルタックが45になると55まで上がりますと。ただこれ 10% しか変わらないので、まあ、言うてそんなに変わんないと。いう話ですよね。100点の経験点練習があって、それにかかったとしても、まあ、50点とか60点ぐらいしか変わらないので、まあ、55点と45点だから10点ぐらいか。なので、まあ、それくらいの変わりようなので、まあ、35である程度完結はしてるなという感じはしますね。はい。しかも練習効果35でつくしね。兄さんの場合は。
そして、同栄と。で、同栄に関してはもう外すことはできないキャラだとは思います。練習効果 20%、技術ボーナー、骨イベント率アップ、コントロール上限と。まあもうとにかく、なんでしょう、そのマントルに必要なものを全て持ってる。まあ、非常にいいキャラだなという感じはします。まあ、この辺と、あとは夢城を、まあ、重ねつつ、まあ、こいつも技術ボーナーとやる気効果が固有でも入っているんで、結構タックは強いんですね。というところで、まあ、こんなデッキを組んでましたと。で、まあ、レベル35のしんどいところっていうのは、やっぱりその上限解放が進んでないことによる初強化の低下。まあ、ここがネックにはなってくるので、まあ、よりこう、いいやつをくれるキャラ、まあ、同栄とかですよね。まあ、そういったキャラの、こう、価値っていうのが高まるのかなっていうのと、あとは、まあ、マントルの方はアクセサリーとかをね、うまく駆使しながらやっていくのが大事なのかなというふうに思ってます。まあ、その辺も込み込みで、サクセスの中で、まあ、いろんなことを話しさせていただいているので、まあ、初心者の方とかはね、ぜひ見ていただきたい動画かなというふうに思います。まあ、そんなのも、こう、まあ、解説系の動画ですね。まあ、サクセスも昨日2日続けてやりましたけど、そういう、まあ、やっていけたら、こう、皆さん、こう、なんでしょう、パワープロ始めたばかりの方とか、初級者もしくは、こう、ちょっとは、中級ぐらい足突っ込んでるんだけど、またおさらいしたいです、みたいな方には、いいのかな、というふうに思ってます。まあ、上の方々向けの動画に関しては、もう速攻でこう、当初 PG は出してあるので、まあ、その辺もシフトして、いろいろとバランス取りながらやれたらいいかな、というふうに思ってます。今日のサクセスは、結構いいものにはなってるので、ぜひ見ていただきたいです。あとは生放送を今日はちょっと短めにするかもしれないんですけど、やろうかなというふうに思っています。夜お時間がある方はぜひ遊びに来てください。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。